ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界5月4日の出来事について触れてまいります。1973年ゴールデンファイトシリーズ開幕戦メインイベントはアントニオ猪木対デッドピンパネール戦です。この日山本小鉄対スティーブ・リッカート戦に乱入した謎の怪人に振り回されたものの猪木はデッドピンパネールに快勝しました。1934年ミスター富士の生誕日です。1961年長谷博士の誕生日です。1980年国際プロレスの冬木博道がプロレスデビューを果たしました。2018年福岡大会、岡田は棚橋相手に IWGP の防衛戦を行い、見事棚橋に勝利し V12 を達成、 IWGP 最多防衛記録を更新しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。